ただいま速報が入りました。なんとスーパーの平屋で鍋用のあんこがパクリされてるそうなんですよ。で、今から買いに行こうと思います。よし、今から向かってみます。お、あんこ鍋だ、ラッキー。うわ、結構身ついてるじゃん。肝も入ってるし、これで700円、880円、1泊1000円なんだね。元はそれが700円で売ってたんだ。これ大洗とかで買うと送料だけで1000円かかるわ、取り寄せると、うん、量は量はこっちの方がちょっと少ないからね。全然いい。どれだっけ、もう一パックは大丈夫だよ。これね、これじゃ明日に食べて、これは冷凍でお願いします。いやー、うまそう。本当にいっぱいバナナ買ってくる。これ少なめでいいから俺しか食わないでしょ。そうだね、いい出汁が出んだよこれ、本当。うん、これちょっと入れたよ。あ、これはじゃあ何、いや、もう一個入れるやつ。あ、もう一個入れる、こんな感じね。うん、入れといて。冷凍庫ってどこ、ま、ここここ、うん、おー、やった、3回も食えるね。さつみさん、あんこやっぱりすごい高い。うん、高い。だって最安値で1980円だもん。1980円プラス送料1500円。うん、送料冷凍でくんのかな。うん。だからみんな、送料無料のやつは4000とか5000する。送料ふっかけてあるんだね。これ3600円ってのもあるけど、500g だね。わかんない、だいぶ入ってる。あ、3600円が最安値だ。送料込みで3600円。あと、それ以上はないね。そっか、じゃあ今回3パック買ったから、それよりちょっと安い。うん、全然。いやー、よかったね。たまたま売ってて。